藤吉郎釜といいまして、まあ、歴史でいうと300年近い一応私で10代目に、はい、大堀相馬焼ってその大堀という地名もつく焼き物、そこで活動できない悔しさ辛さはもちろんあるんですけども、一番は思いであったり気持ちであったりすると思うので、場所は変わってもまずはしっかりこう続けていくことが大事かなと思ってます。やっぱり自分で作りたいものを作りたかったので、ちょっとその伝統的な相馬焼きとは違う、まあ、作風にはなってるんですけども、まあでも僕が作るものも相馬焼きの一部だと思ってもらえたらありがたいなと思ってます。可愛いをうまく取り入れるっていうところが難しくて、で新しい挑戦でもあった、技術的にはですね、デザインなんかも多少こう意識しながらですね、透かし彫りみたいな技法なんかも取り入れながら制作しました。身近にこう気に入っておいていただいてですね、まあいい気持ち、ポジティブな気持ちになっていただければありがたいなと思います。